はい、どうもメトレマンです。3日目です。今日のタイムルールは5クロックですね。1分半の固めの中で3つのムーブメントをなるべく早くこなして残り休憩っていうのを2ラウンドやります。1ラウンド目よりも2ラウンド目の方がいっぱい休憩取れるっていうふうにするとよりトレーニング効果が高まります。2ラウンドでもありますからね。まあやっていければいいかなと思います。ダンベルの動き一番最初入ります。1キロでもできるんですけどやりづらいのでわざと2にします。で2にしてる理由と後で説明しますので皆さん一緒にやっていきましょう。Let's go. ダンベルのゴブレットスクワット、ケトルベルでやるのが結構多いんですけど、ゴブレットスクワットの由来は正背を意味してます。ゴブレットって正背ってどういう形してるかというと、こういう形ですね。このボールの中に持った状態でスクワットする、こういう動きなんです。僕がちょっとヤニーフーダーに2にしますって言ったのは、こう持った時に持ちやすいのでこの形にしました。 1リットルのペットボトルとか1キロになるのは全然問題ないです。持ちづらい場合は手で普通にこの持ってる状態でもいいです。そんなに重たくないと思うので、手にこう両手でこうやって持って支えるのがきついという方は胸につけてください。3手で押さえてやると楽だと思います。で2つ目ですね、ゴールバックエアキックスというのなんですが、ゴールバックス寝て起きるという動きが前にムーブメントであったんですけど、これにエアキックというのが入ります。だからゴロンと寝るときにポイントは、僕は指3本使ったんですけど、まあ、合計6本ですね。寝るときにここで押さえてエアキックをします。
そういうやつですね。でここで一回止まる、立ち上がるというよりは止まるって感じですね。まあ難しい方はエアキックをやってる手にしてください。だからまあこういう感じですね。こういう感じですね。転がってるだけでも全然いいと思います。で最後ターゲットジャンプオーバー、このダンベルをターゲットにしてこれを飛び越えます。で飛び越えてくるっと回転する、飛び越えて回転する、これ繰り返しです。ダンベルがなくてペットボトルだとちょっと怖いっていう方は何でもいいです。間違えて踏んじゃっても大丈夫、足も痛くないよっていうものを使ってください。クッションでも何でもいいです。これもちょっとどうかっていう方はない、なくてもいいです。ない状態で、まあ、前に飛ぶで回転すると、まあ、なぜかっていうと大人になってジャンプってあんまりやらないんですね。多分やってみると分かると思うんですけど、びっくりするから飛べないですもうこういう状態の人も結構いらっしゃいますので、やれる範囲でやってみましょう。というわけでまだまだ続きますので明日もよろしくお願いします。じゃあまた明日お会いしましょう。じゃあねー。